どうもこんにちは、徳島大学の田中です。今日はですね、スクラッチを使ってプログラミングをしていきたいと思うんですけれども、普段はコーダー同僚とか、大学主催のワークショップとかでプログラミングを小中学生や高校生や相手にも教えることがあるんですけれども、まずスクラッチについてなんですけど、スクラッチという、これ英語でね、スクラッチって書くんですけど、それ今、バージョンが 3.0 になっています。以前は 2.0 だったんですが、今は 3.0 ですね。それから、もうちょっと簡単なソフトで、スクラッチジュニアとか、ピョンキーとかいくつかあるんですけど、あと、スクラッチ以外にもいろんなプログラミングツールがありますが、今日は一番、世界中で一番使われているスクラッチを使います。スクラッチは、マサチューセッツ工科大学というところで、アメリカの大学ですね、NIT というところなんですけど、ここで作られた、プログラミング学習用の、ソフトなんですけれども、ブロックを使って、今、ブロックを、絵を、ブロックをつないで、くっつけて、プログラミングしていくことができるので、非常にミスが少ないというか、ある程度すぐ使えるようになります。というわけで、早速ですが、やっていきたいと思います。こういう、ブラウザっていうんですけどね、インターネットを見るときによく使う、ソフトですけれども、そういったが、大体のソフト、Windows でも Mac でも大体のブラウザで動くと思います。新しいも、比較的新しいものは大体動くと思います。ここで Scratch と検索してもらって、もし、タイピングが苦手な方は、お父さんお母さん、あるいは周りのお兄さんお姉さんに手伝ってもらって探してみてください。で、Scratch と検索すると、一番上に出てくる、多分一番上に出てくる。でこれをクリックしまして、そして、他の人が作ったゲームとかも見れるんですが、今日はまずは作ってみますので、作るっていうところを押します。はい、こんな画面ですね。一応説明をしますと、スクラッチの画面には、この左側にこのブロックの説明ですね、動きとか見た目とか音とか、イベント制御、調べる、演算、変数、定義、ブロック定義と言われますけども、今日は上主に上の方を使ってやりますね。で、これ、実は、ひらがなに今表示できてるんですが、漢字がいいよっていう人は、地球儀みたいなマークを押して、漢字の日本語っていうところを選べば、漢字にもできます。英語がいいなっていう人は、英語にもできます。英語、英語、イングリッシュは、こんな感じですね。こんな感じで、英語にもできます。今日は、ひらがなの日本語でやっていきますね。ではですね、基本的な部分をもうちょっと説明しますね。ブロックがあります。左の、もうすでに見えてますね。動きっていうところは、動きは大体青いブロックなんですけど、それから見た目のブロック、それから音のブロック、イベントのブロック、制御のブロックという形で、この左の方にあるのがブロックの一覧です。この辺を使って組み合わせていきます。その次、このタブっていうんですけど、このコードっていうのでプログラミングしていくんですが、この真ん中の一番広い画面ですね、ここにプログラムを書いていきます。で、見た目を変えることもできて、コスチュームっていうところを開きますと、コスチュームというタブを開きますと、この今、最初に出ているこの猫の絵が2枚用意されています。この見た目を変えてアニメーションしたり、いろんなキャラクターを出したり。で、あと、音ですね。音をニャーって鳴くんですけど。猫が鳴いたりします。ここも音はいろいろ自由に変えたり、自分で録音することもできます。それからこの右側ですね。右の上、猫がすでに
ありますけど、この画面は、実際に出来上がったプログラムが動いたり見えたりするところになります。まあ、右下にね、いろいろその、この1個のキャラクターの、猫のキャラクターのことを、1つの塊をスプライトっていうんですけども、このスプライトっていうのが、いくつも追加することができます。で、その右側にさらに背景って書いてある、ステージって書いてますよね。ここを押してみますと、今真っ白なんですが、この後ろ側の見た目を、絵を描いたり、絵を描いてみますね。はい、こんな感じで描いてみることができます。もうちょっと綺麗な絵にしたいんで、背景からいきますが、背景を選ぶと。まあ、好きな背景選んでもらっていいんですが、今日はちょっと私は脱出ゲームを作りたいなと思って、みんなね、自宅待機が、時間が長くて、家から出たいなと思っている人もいるかもしれないので、脱出ゲームみたいなのを作ろうかなと思います。で、せっかくなんで猫じゃなくて、違うキャラクターを使います。誰でもいいんだけど、今日はベンを脱出させます。ベンを使います。で、ちょっと大きさはまあこれでいいか。右行ったり左行ったりするのは操作ですね。操作する機能っていうのを入れていくんですけど、その前に、まずとにかく動かしてみましょうか。動きのブロックで10歩動かすっていうのがあるので、これを真ん中に持ってきて、押してみます。ブロックを押すと、実はこれ、動かせます。動かせますが、右ばっかり行って戻ってこないんで、こう戻して。これを押して動くだけだとね、プログラムっぽくないですよね。一応その前に、そういえば、もうちょっとこれから激しく動かそうと思うんですけど、このプログラムの画面を実際に動かして、急に、暴走しちゃったり、止まらなくなったっていう時は、慌てずにこの赤いボタンですね、緑色の実行って書いてますけど、この隣に赤いボタンがあるので、赤いボタン、見えますか？よいしょ。この緑ボタンがスタートボタンで、ゲームでいうところね、スタートボタンで、赤いボタンがストップボタンです。これを覚えておけば、後で。何かあったときに止められます。で、この10歩動かすっていうのを、右を押したら10歩動かす、左を押したら左に10歩動かすみたいにしたいなと思います。何かが押されたり、何か動いた、何か起きたらっていうのは、イベントっていうので制御できます。制御の部分、スペースキーが押されたときっていうのがあると思いますけど、このブロックを持ってきて、右矢印が押されたときっていうのに変えましょう。で、右矢印を押してみると、こういう感じですね。動きました。左はまだ動かない。じゃあ、左を動かしたかったらどうするかっていうと、このベンのプログラムにさらに左矢印が押されたときっていうのを作ると。さあ、そしてここにですね、10歩を動かすを持ってくるんですが、ですね、方向を変えてあげる。方向。実はこの、なんとかドに向けるっていうのが方向になってて、この数字を変えようと思ってクリックすると、矢印がこう変更できるんです。で、左向きにして、ここに10歩を動かすの前に入れると。逆に右の時は右なので、よいしょ。そうですね。右側になるようにしておいてあげて、右、左。ちゃんと動いてますか？ちょっと違うか。この左に行くときに逆立ちしちゃうね。これをちょっと直さないといけない。これ左になっちゃうのは、左に動くときに、くるっと回転して左向きにしてくれてるからなんだけど、回転をこの、くるっと回すんじゃなくて、左右にくるくる回るようにしてもらうというのができて、これを入れます。これ両方に、ついでだから両方に入れますね。そして、右に行ったり、左に行ったりってすると、ほら、ちゃんと、右、左、
右、左でできるようになりました。そしてですね、これをですね、せっかくなので歩いているように見せたいと思いますね。どうするかというと、見た目ですね。これ10回繰り返して入れると、もうさっきよりもっと動くようになるんですけど、なんかね、なったんだけど、ここに見た目で、コスチューム、次のコスチュームについても入れますか。これを入れてあげると、どうかな。結構激しい動きになりましたね。ちょっとこれ、ちょっとコスチューム直します。この、動いているのは、これとこの、この二つで動いているように見せられるので、この、これ、今回はいらないよって捨てちゃいます。はい。できました。できましたね。はい。上下もせっかくだから、行きたいよね。脱出ゲームしたいんで、上下入れます。上と下は同じように作るんだけど、何が違うかというと、あ、同じ。同じだね。全く同じ、ね。向きだけが違う、ね。向きが左右。使うよ。全部同じにしよう。で、これ向きを上にする。上が押さえたとき、ね、これもうちょっと面倒くさいんで、そのままコピーしちゃうよ。このブロックの一番上のところ、そのままぐっと押しっぱなしにするとか、そうか、右クリックか、右クリック。Mac の場合は、2本指でタップするっていうんですね。これで、複製ってやると、できちゃう。まあ、同じように、ちょっと時間の都合で省略しちゃいましたけど、真面目にこれ作ってもらってもいいです。で下矢印の時に、向きは下にすると。4種類できました。これで、この子、4方向で自由自在に、ドローンが自由自在に行けるようになりました。はい。次に、この部屋から脱出するためには、鍵が必要です。鍵を持って、どうしようかな。鍵を持って、何かの鍵を持って、そうだね、この窓から脱出することにしよう。窓に鍵がかかってます。この鍵を持ってから窓に行ってなんかするとボタンを押すとにしようか。スペースキーを押すとにしようか。スペースキーを押すと脱出できる。っていうシナリオにしますね。なので次に鍵をどっかに隠すよ。鍵を用意するよ。鍵。どっかに鍵ないかな。あれ、ないかな。あった。ありました。この鍵をどこかに隠します。ちょっとこれは今見えてるけど、これをじゃあ、このラジカセの下に隠そうか。ちょっと大きいんで、これぐらいでいいか。見えにくいけど、ここに実は隠れてると。うん。まあ、見えてていいか。とりあえず隠れてる。ここに、この子が行って、こうただ行くだけじゃダメだよ。こう行ってから、スペースキーを押したらゲットできるようにしよう。いいですか？スペースキーを押したらゲットだよ。だから、
さっきのボタンを押されたとき、そのまま使う。スペースキーが押されたときに、そこにキーがあったら、これキーがあったらっていうのは調べる方法があるね、実は。セイブっていうところから、もし、何々なら、ここで調べます。何かに触れていたなら、何かというと、今は、今回はキーですね。鍵。キーに触れていたなら、どうしよう。なんか喋ろう。喋らそうか。ゲット。鍵。ゲット。と言います。要は入門編だからね。あんま複雑なことやるとよくない。触った状態でスペースキーを押したら、鍵ゲット言いました。これ今まだちゃんと何回でも言っちゃうけど、ね、関係ないところでスペースキーを押しても言わないよ。関係ないところで押しても言わないけど、鍵のところまで行って押すと鍵ゲットと言います。言うだけだとつまんないんで、鍵を消しますよ。鍵の消し方は、逆に鍵は、スペースキーが押す。あ、最初ね、スタートは、スタートの時に一回見えるようにしないとダメだ。スペースを、スタートでまずは表示するようにして、スペースを押されたら消します。隠すと。どんな、スペースを押されただけじゃダメで、鍵ゲットにならないと。鍵ゲットになるときっていうのは、さっきの逆だね。よいしょ。鍵は逆に弁に触れていた、鍵、スペースキーが押されて、これ、プログラムっていうのは上から順番に読むよ。ブロックの上からスペースキーが押されたとき、もし弁に触れたなら隠す。これはキーのプログラム。キーのプログラムは、スペースキーが押されたとき、もし弁に触れたなら隠します。逆に弁は、スペースキーが押されたとき、大きくしよう。スペースキーが押されたとき、キーに触れたなら鍵ゲットと2秒言います。で、鍵ゲットしたんで、ゲットしたことを覚えとかないとね。ここで変数っていう。使おうかな。ちょっと難しいけどね。変数っていうのは何か記録して置いとけるもので、鍵。鍵っていう変数を作ります。この変数に鍵1本ゲットしたので、鍵を1にする。最初は0だよ。最初は0だから、スタートした時は0だから、スタートされた時は、変数の鍵を0にする。こういうふうに。こういうふうにする。ほら、だんだん難しくなってきた。これはもう追いついてこれない人はいるかもしれないね。これ動画だから何度でも見てください。多分、一通りゆっくり止めながら見ればわかる。鍵が、ちょっとバラバラだとわかりにくいね。近くに置くよ。最初は鍵は 0本にしといて、スペースキーが押されたとき、もし鍵に触れてたら、鍵ゲットと言って鍵を1に、鍵を1本にします。はい。でもう1個、これ最後、もしこれで鍵ゲットって言って、鍵ゲットしますね。鍵ゲットした後、窓ガラスの前で、ここだね。ここで、もう一回、スペースキーを押したら脱出できるっていうところまで行こうと思います。この窓の前にいるっていうのはどうするかなんだよね。この時こう、この窓ガラスのところに、鍵穴でも作りますか。鍵穴を用意します。鍵穴はちょっと、特別な絵を用意したいんですが、鍵穴っぽいものあるかな。このボタンでも使えますか？このバッテン使えます。バッテンをちっちゃくしよう。
これは本当は何でもいいよ。みんな自分で好きな絵にして、描いてもいいし、他のキャラクター使ってもいいよ。このバッテンを窓の上にこうそーっと置いといて、さっきと同じ、鍵が触った時と同じように、この子がバッテンに触った状態で、あ、もうちょっと。この辺にしよう。この弁が、このバッテンにさ、ちっちゃすぎて見えないな。20ですか。バッテンに触れたなら、触れてスペースキーを押したなら、脱出できるっていうところまで。ここまでやりますよ。さっきと同じで。イベント。で、スペースキーが押されたとき、もし、今回は、ボタン5、これ分かりにくいので名前つけるね。ボタン5は、バツと、バツ。バツに触れたなら、音出すか。せっかくだ。音使える。音が聞こえる人は音出してください。これでいいか。わかんないけど、これにしよう。これは？これにしよう。なんか知らないけど、ゴールって言ってるから、これにしよう。こうして、これ終わりだね。ほんで、最後は、せっかくなんで、脱出した、ような演出をしたいね。外に出たような背景にしよう。外の背景は選びます。まずこのステージの背景っていうところを選んで、左側の左下でね、背景を選ぶということをします。で、脱出して自分が行きたいところをみんな選んでくださいね。僕は、どこにしようかな。脱出したら行きたいのは、川、海、庭。せっかく、サッカーっぽいんで、サッカー場にしよう。サッカー場に脱出できると。ということにしましょう。で、もう一回弁に戻って、音が出ました。さっきスペースキーを押されたとき、バツに触れたなら、終わるまでゴールの音を鳴らすとして、で、脱出したんですけど、この時、どういうふうに脱出したようにするかというと、ステージを変えることができる。背景を変える。これがね、背景をサッカーにっていう、さっきのはサッカーにだったのかな。で、最初、あ、そうそうそう、そう。最初も、やっぱり、背景は元に戻すようではないと、ゲームは、詳しくない。ベッドルームかな。ベッドルーム3にして、一回スタートボタン。そして、まずは鍵をゲット。ゲットできない。ゲット。ちょっと音出したいな。これちょっと寂しい。ピーって言わせ。ピーって。もう一回。鍵ゲット。そして、出して、イェーイ、ほら。ほらってな、鍵1って出ちゃってるんだ、これ消そう。変数を、ここの、わかるかな？画面の鍵1って出ちゃってるんですけど、これ変数、表示したいときはね、点数みたいなの、表示したいときは1って出したらいいんだけど、これ今日はあんまり意味ないんで、消します。ポチッと、チェックボタンをポチッと押したら消えます。それから、実はまだこれね、気がついた人もいるかもしれないけど、実は、今、鍵ゲットしないでも脱出できるようになっちゃって。やってみますよ。実行して、動き回って、鍵ゲットしないでも、バッテンのところで、今ね、実は鍵まだ取ってないんだけど、脱出できちゃってる。これは、鍵が
鍵をゲットして、つまり鍵っていう変数が1の時だけ、なんだろう、脱出できるようにしないといけない。だから上限が1個足りないということです。もし何々なら、ここで1個足します。もし、変数、演算かな、演算を持って、これちょっと難しいかもしれない。この、ここを1に変える、数字を1に変える。変数の鍵が、もし、鍵が1なら、鍵イコール1ってやつだね。算数とか数学みたいなね。これを、この、触れたならのところに、もう一回つける。もし、1になってなかったら、これをやらないってことね。もし、もう順番に読んでいくと、ベンが、スペースが押された、ベンのプログラムは、スペースが押されたとき、もし、×に触れたなら、もし、そして、もし、鍵が1なら、終わるまでゴールの音を鳴らして背景を見せる。というふうになる。ちょっと順番変えようかな。音、背景変えてから音出そう。うん。これでもいい。じゃあやってみよう。温度はできたね。完璧だね。はい、スタートします。スタート。まず、テストのために、バッテンの前で押すよ。ほら、出す。できない。まだできない。さあ、どうしよう。これ鍵かなと。鍵かな？鍵ゲット。そして、いろんなところで押してみますが、どこで何も起きません。何も起きないけど、このバッテンの上で、どうなってきた。完成。完成だよ。とりあえず今日はちょうど30分だね。ちょうど30分なんで、今日はこれで終わりにします。入門編という形でやりましたけど、動画なんでね、何度も繰り返し見れると思います。もし、今後も好評だったら、次回があるかも。次回があるといいね。というわけで今日は、スクラッチプログラムの入門でした。担任者でした。どうもありがとうございます。さよなら。